こんにちは。花クラブの宮川です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、ブルームコース2024年度生募集と、ブルームコースはこう使うといいよというご案内です。昨年4月からスタートしたブルームコースですが、今年4月で丸1年となり、講座開始とともに入会された生徒さんたちがご卒業となりました。ブルームコースの生徒さんたちの作品は、 YouTube でも公開添削としてアップしておりますので皆さんもよくご存知だと思いますコースは動画を参考にして自分で家材を揃え写真を撮り送ってもらうという今までいない画期的なスタイルでした通常の教室ではすでに家材は準備してありますしかしアレンジの出来不出来は花合わせや色合わせで決まりますその大事な部分を自分でできるようになること その過程で自分の好きを知り、自分の個性を伸ばすことがコースの肝でした。最初はできるだろうかと不安に思っていた生徒さんたちも、お花屋さん巡りや花合わせを考えることが随分楽しくなっていったようでした。ここで卒業生の言葉を一部ご紹介します。ありがとうございます。なんとかすべての作品を終えることができて嬉しいです。自分で課材を選んで、 作成するレッスンはないので、とても勉強になりました。ディプロも届きました。持った瞬間に、あれ思っていたより分厚いと感じ、開けてみてびっくり。立派なものが入っていて、とても嬉しかったです。これからの励みになります。本当にありがとうございます。宮川先生、ありがとうございました。これからの励みになりました。また、どこかでお世話になると思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。 花クラブはずっと視聴させていただきます。リプロも届きましたよ。分厚い表紙がとても重みがあってすごく嬉しいです。これからもお花に関わって過ごしていきたいと思います。これからも先生の YouTube を拝見しながら勉強しますのでよろしくお願いいたします。1年間ブルームコースを受講させていただきありがとうございました。ご指導いただき皆さんの作品にも刺激を受け、 毎月アレンジを作っていき、少しだけ自信がついたように思います。これからも素敵にアレンジができるよう頑張っていきたいと思います。レッスンが終わり、少し寂しくなりますが、忘れず YouTube を見ながら花を楽しみたいと思います。お世話になりありがとうございました。毎日先生の動画を見るのが楽しみで、わかりやすくお花と先生の声のトーンに癒され、 おもり歌のように聴きながら頑張ってきました。これからもお元気で教えてください。よろしくお願いします。花選びが本当に難しい。しかし、きっとで作品制作では力がつかない。いろいろな花屋さんに出かけたくなりました。素敵すぎる認定証が届きました。嬉しすぎます。これでご縁が切れないよう YouTube 大切にしていきます。ありがとうございました。12作品提出でき、 達成感を感じています。また、LINE 公式アカウントを使ったレッスンというのも良かったです。また、何かの形で参加できればと思っています。添削素晴らしかったです。ディプロマ届きました。ありがとうございます。ああ、最後までやり遂げたなあという思いと、終わってしまったんだと寂しい気持ちを感じました。始めた当初はお恥ずかしい話ですが、 お花屋さんに自分のために花を買いに行ったこともなかったんです。今回のブルームコースで一年を通してお花屋さんを巡ったおかげで少しだけですが季節のお花や常時あるもの、値段や買うタイミングなどがあるんだなぁと本当に勉強になりました。アレンジはもちろんですがそれ以外のこともたくさん学ばせていただいて本当にありがとうございます。インターネットで動画を見て 素敵だなと思った先生と繋がれて自分の作品を見ていただけるなんて本当にとても素晴らしい世の中ですよね。宮川先生、YouTube を公開してくれていてありがとうございます。これからの動画も楽しみにしています。コンプリートされた方たちは達成感とともにこれからも学んでいきたいと意欲を燃やされています。課材キットではなく自分で課材を揃えることが結構難しいのですが その点も楽しんでいただいたようです。このコースの売りはそこなので、公開添削でも様々な家材で作られた同じテーマのデザインを興味深くご覧いただけたのではないかと思います。北は北海道から南は広島、愛媛、海外は北京まで各地から学んでいただきました。スタート当初より参考動画も増えています。それは皆さんの作品を見て、 作るべき動画の必要性を感じたからです。よりわかりやすい動画の制作や、より使いやすい画材のご紹介、使い勝手がいいのに安価なグリーンのご紹介、費用をあまりかけないで作れるデザインなどなど、時間経過とともに必要に応じてためになる動画を作ってきました。また、個人個人から発せられる質問も、ホームページ内に質問と回答を時系列にまとめたことにより、 より理解が深まったと思います。そしてこのブルームコースの動画や質問ページは半永久的にご覧いただける点もかなりおすすめポイントです。例えばもう一回トランギラーを作ってみようと思い立った時、いつでも動画を見て制作することが可能。あの時の自分の質問も誰かの質問も見ることができ、宮川からの回答も確認できます。そしてその時、新しい動画、 新しい質問や回答などもメインできるだろうと思います。与えられた課題で作るのではなく、自分の好きを探してみませんかコースが終わる頃には、今までと違うあなたがいるはずです。ブルームコースは基本的に添削なしでしたが、添削が欲しい方のために3つの方法を途中で作りました。1つ目は、従来ある添削コースの申し込みをしていただく。 費用は1作品3800円。3作品で1万円です。2つ目は簡易添削の申し込みをしていただく。費用は4回で2200円。3つ目は公開添削に OK していただく。こちらは無料です。簡易添削と最新作のセットで申し込みいただくと、初級、中級、上級、通常4作品ずつ提出のところ、8作品ずつ作ることが可能です。 これは中級コースの時点で、コースが終わったらもう一回復習受講をしたいというお申し込みをいただいた時に作りました。再受講するよりもかなりお得なセットです。初級、中級、上級、全部で12作品のところを24作品提出できます。作り直しての提出でもいいですし、課題を変えて新しく制作してもらっても OK です。 後半、このシステムを有効活用してくださる生徒さんも増えました。これから受講される皆さんにおすすめなのがパターンの時に基本編と応用編の2つを作るということです。やはり基本をしっかりと学んでから作る応用編は抜けがなく美しいです。最後に、ブルームコース OB さんに向けてのおすすめしたいコースを作りました。一つが再受講です。 履修したコースを再受講される場合、20%オフにて再受講していただけます。別のサンプルで制作してみたい。別の課材で作ってみたい。前より良い,い点数で作れるかやってみたい。前回増えてだったテーマのリベンジをしたい。などなど、ブルームコースのサンプルは同じテーマでも基礎編、応用編があったり、難易度に幅があるので、何度でもトライしてみたくなるコースです。 二つ目がチャレンジコース。OB さんだけでなく、経験者さん向けになります。これは今試案中で二つ案があり、どちらがいいか迷っています。ぜひあなたのご意見を聞かせてください。この動画宛てか LINE 宛てにコメントください。A 案。YouTube にアップした動画すべてがサンプルになります。作ってみたいサンプルをご自身で決め、課材を選択し、制作、写真を撮って送ってください。 サンプル通りに作っても、家材や色を描いても OK です。B やン。サンプルはブルームコースと同じように、宮川がピックアップします。経験者向けで作品の選択をします。費用は今のところ、ブルームコースと同程度と考えています。あなたならどちらがいいですかまた、何かリクエストがありますかご意見を聞かせてください。長くなったので、まとめです。初級4作品。 動画27本、展開図1本、費用1万円。中級4作品、動画24本、展開図3本、費用1万5千円。上級4作品、動画17本、費用2万円。初級中級2セットコース2万3千円。初級中級上級3セットコース4万円。会員添削1コース、4作品分2200円。 簡易添削と最新作の4作品分3520円。詳細はホームページにて掲載しております。概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧くださいませ。6月10日までに上級を含む2コース以上のお申し込みをいただきますと無料にてリプロマをお付けいたします。お得なこの機会にたくさんのお申し込みをお待ちしております。疑問質問は LINE へどうぞ。 花クラブの宮川でした。